ダイエット島出ました。ソイソースチャンネルということで、私フジテレビの3時間ゴールデン特番、はい、一茂山里のダイエット島に出させていただきました。よっしゃ、お疲れ様でした。ありがとうございます。ちゃんとソイソースカメオってことでね、出させてもらってるんですよね。まあ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 、カメオ博道さんはソイソースというコンビも組んでやってるみたいな感じかな。他にコンビ組んでるみたいな紹介のされ方な。なんかまあ一応カメオ博道として、あ、カメオ博道として、そうそうそう、あ、やりました。そうなんや。そう、なんかだから、うん、カメオ博道さん普段からもう家でバクバクご飯食ってます、うん、これカメオさんどっか行かれるんですか。あ、ここが実は僕の職場なんです。神保町の劇場を指さして、なるほど、そう、実は亀尾さんは芸人みたいな。そう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 、他にも正直その芸人さんってちょいちょいいたんだけど、うん、みんなは多分芸人って言ってないのよ。あ、俺だけ芸人亀尾として。あ、それそんなも言っていいの。まあまあ、そのどうせツイッターとかに俺もうみんなのアカウントを上げ、あのリツイートとかする予定だから、はいはいはい、そうそう、言って大丈夫です。いや、ちょっと、はい、この放送された、うん、その違う話、うん、裏では実はこんなことありましたよみたいなのを全部、うん、この5分にまとめて。5分短っ。5分ね、すごい短い。5分でお願いします。いや、でもすごかったよ。はいはい、だまあ正直その鍋結構知ってる部分もあると思うけど、うん、まあ、ちょっとだから、まあ、作家のなんのはマジで全く知らないと思うから、はい、もうそれも込みで新鮮に1ヶ月ぶりだもんね、はいはい、だから今見てる人は放送を見た上で見てるけど、うん、はい、何のかだから一番僕はオンエアも見てないし何の話も聞かんようにしてたから、ね、まず、はい、の島にデブ10人で向かうんですよ、はい、島にこうモーターボートみたいなやつで、うん、デブ10人がこのボーリングのピンみたいにこうやって先導にこうやって、うん、序列みたいなのあるんですか。もうみんな綺麗に並んで、うん、シャッフルアイランドだったら見れるけどそういうのデブ10人でちょっと船もこうなってるでバー行ったら あの島かなあの島、もうほんとそこ初対面だから、 あの島かなこの島かなみたいな言いながら行ってたら、うん、陸地が近づいてきて、あ、この島かと、うん、いうことで香川県の粟島という島に行って、粟島、まあ、俺ちょいろんな各所で無人島無人島行ってたんだけど、実際は有人島で、はい、あ、そうなん、有人島で、まあ、人口2、300人だったかな、2、300人の素敵な島に行ってまいりまして、素敵なんや、素敵な島、もうなんかホテルみたいのも一箇所だけあるみたいな、へえ、そう、ただまあ文明は結構ない、コンビニもないし、あ、文明、文明がない電気とかは、まあ電気とかある、で俺らもそのテントとかじゃなくて小学生の時にさ合宿所みたいな、あ、そういうところで宿泊施設で、そう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 、畳でなんとか青年の家みたいなのに泊まったんだけど、もうまず着くや今や、うん、おーいって誰だろうと思ったら、うん、ジェラードンさんが、え、そう来て、うん、おーいって言って、うわ嬉しい、おめっちゃ知ってる先輩だってなって、もうジェラードンさんとなんかちょい絡みを、もう、わしはお前らデブ、みんな目標言えみたいな、でみんなその可愛くなってモテるぞとか、そのちっちゃい服着れるようになるぞみたいな、女の人もいるんです、そうそう、女の人が、6人、男が4人と10人なんだけど、でジェラードンさんと楽しく会話したり、痩せて、俺がね、痩せて生活に支障ないするぞーみたいな、そんなやついいよ、志がお前痩せ、お前そんな生活に支障あんのか、うん、あります、あります、え、じゃあ今何が一番しんどいんだ、座ってから立つことですねみたいな言ったりとかして、はいはいはい、場を和ませて、うん、ちょっと芸人らしいポジションできてるんじゃないかなみたいなとか思ったりしつつで、ジェラードンさんと下りはもう意外とそんぐらいで終わって、うん、賞金があるということを発表して、みんなで100万円、うん、あの100キロやったら100万円、みんなで100キロなんです、そう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 、ってことが発表されて、うん、ここで重大な発表があります、うん、参加者の女性寺田さんという、うん、寺田さんはドクターストップによりリタイアですって言われて、開始早々10分ぐらいで一人帰ってって言われて、え、何がダメだったかと、血糖値が普通の人の4倍、あ、 それはじゃあ、 亀尾さんが言った健康診断みたいなやつで分かったってことですか。そう、あの健康診断で俺はギリギリドクターから、まあ、この自分の、ね、頑張りすぎないようになら大丈夫ですって言われたけど、もうそもそもダメっていうので、ドクターストップ開始早々9人、
え、一人もう帰ってったって帰った。それ急にで、ね、急にで、ね、100キロってこと。急にで、ね、100キロになった。あ、でもそんな変わんないかとか思ったりしつつしてたら、集合みたいな急に言われて、うん、見たら、うん、めっちゃ軍人っぽい元自衛官の教官が現れて、なになに、めっちゃなんかバラエティっぽいじゃんみたいな、うん、言ってたら、遅い、ヘラヘラするな、お前らは獣だ、お前らは少しでも人間に近づけたいのかもしんないけど、今のお前らは獣だ。獣、獣俺らって獣で、その砂浜に謎の丸太が10個か、まあ、1個取られて9個並べてる。寺田さんの分、そう、寺田さんの分がなくなって9個並べてあって、うん、今から貴様らには踏み台昇降トレーニングをやってもらう、うん、貴様って呼ばれてるよ軍のなんかスタンスなのか、そう、で踏み台昇降トレーニングの階段をこう1登って降りて、そうそう、のやつをやりますって言われて、大丈夫かできんのみたいな、ヘラヘラするなんて、マジで怖いじゃん、これが30日間、マジで怖いじゃんとか思いながら、で、今からこれを50回やってもらう、はい、わかりました、それでいくぞみんな、よし、1、2、3、4、5、10ぐらいで、ストップ、バラバラだ、声をお前ら合わせろみたいな、うん、はい、すいません、よし、もう一回1から、もう一回1から、俺今の10でもだいぶきつかったぞ、うん、とか思いながら、よし、じゃあもう一回0から、声を合わせて50回、いくぞ、1、2、しんどい、めっちゃしんどい、うん、35、34、あ、36、37ってやって、39、40の時に俺が膝がピンって、うん、ダーッて崩れ落ちてどうしたお前いけるか、いけますって俺、顔、真紫の顔があってで、スタッフさんから、本当に神尾さん行けますか、いや、言われて、もう動かないですえ俺、左足動かなくなっちゃって、うん、で、まあ、そこからもうすぐに病院に行って、うん、病院で見てもらったら俺左膝の半月板損傷して、俺始末ついて開始20分で全治3週間の怪我しちゃって1ヶ月いるのに1ヶ月いるのに3週間、うん、でそっから俺はもう23日間ぐらいずっと松葉杖ついて生活してたんで、うん、じゃあ分かんないですけど、うん、オンエアもう松葉杖、俺はもうずっと松葉杖、なんなんこいつだこれってさ、うん、もう暴走されてるやつ、されてるやつ、みんなからその時の俺の感情とかだけね、でもどう、その分かんないですよね、うん、その半月板損傷カットされてて、ただただ松葉杖になってる可能性もある、あんな、ありえる、ありえる、24時間ずっとカメラ、そんな亀尾さんの半月板、いやいや大丈夫だ、亀尾の半月板いらんやろ、一番これでこれだってブレるからでも俺がそのキャンプ、みんなが夜にキャンプファイヤーしてるんだよ、うん、みんなはさ、この島に何しに集まったのみたいな、私は好きな人に告白したくて、その人が痩せてる人が好きだからとか、実は俺は、おばあちゃんが太りすぎて心配されたらもう会えないんだとかみんな話してる中に、うん、おいみんなって夜に20分ぐらいしか会ってなかったデブが帰ってきて、俺もさ、この島に覚悟を持ってやってきたから俺、続けるよって言って、みんなおーこいついたっけ、こいついたっけ、本当にあそいたない、こんなやつぐらいの感じで無事そっから復活で、うん、俺はそっから30日間トレーニングをしたわけなんですけど、うん、だからもう2日目からずっと別メニュー、はい、上半身とか、そう上半身、膝を使わなくていい、だから2日目にそれぞれの体力測定をするみたいな、はい、うん、でなんか、まあ、腕立てやったり腹筋やったりやった後に、はい、じゃあそれぞれ 1キロ走やってもらうみたいな、でみんなが1キロ走ってる中、うん、亀尾は走れないから背筋をやってくれって言われて、うん、みんなが走ってる中おいしいねめっちゃいいよずっと別メニュー、腹筋じゃねえんだ、背筋、背筋なんだ、腹筋はもうやったから、そうやったから背筋で、みんながくっそ足痛い、めっちゃ筋肉痛だって言ってる時、俺ちょっと背中がピリピリするぐらいで全然痛くなくて、そんなんやりつけて、ご飯とかは、ご飯やばかったよ、もうめっちゃ野菜食ったえら、食べれるようになったんすか、結構食べれるようになった、おこれめっちゃいいじゃん、もうね、まあ、今まで通り別に好きじゃないんだけど、まあ頑張りゃ食えるに全然なった、おもうサラダとか食ったのずっと、あの俺がでもそれ食うしかないからってことですか、まあ、そうだね、あとなんかもう言われたことをやって痩せるなら
その通りにやろうって思ってたから、うん、このご飯が出るならこれがダイエットメニューなんだって思って、うん、それをしっかり食べてた。最初とかは結構豚しゃぶとか、刺身とか島だし、はい、おーおー出てきて3日目に、ご飯とサラダと漬物と湯豆腐が出てきて、うん、ブチギレ俺ブチギレえ言っためっちゃ言ったなんて何で米食うんだよこんなんでこんなもんで何で飯食うんだよ漬物でいけよいや無理だよえなんかさ、うんいやまあ、芸人として頑張ったみたいなあそれはここはこうもうかましたろっていうはい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 ゲストが定期的に来るの、うん、ゲストが来て特別トレーニング、うん、バーンジーっていうやつだったりいろんな特別教官が来る中でアイジーさんっていう、セクササイズっていうのを広めてる方セクササイズセクササイズセクササイズ言ってやつこれセクササイズ言ってやつですか大丈夫セクササイズはセクシーエクササイズあーよかったびっくりしたでもそのセクササイズの説明を聞いてる時にセクササイズはね1人バージョンと2人バージョンで、1人バージョンは今から皆さんに教えるやつで、まあ、2人バージョンっていうのはまあその何かっていうのはその2人じゃないといないというかそのなんかねっていう何言ってんのって言ったんだけど絶対カットされてるんだけどそのセクササイズの時にセクシーに動かしてポージングをしてそのやるって時にやっぱもう主に全員照れてたりワイワイキャッキャ言いながらやってる中でめっちゃやりきったねセクササイズは俺やりきったっていうのは、うん振り切ってってこと振り切ってみんなが一人セクササイズですよねそう一人セクササイズをみんなははいじゃあ振り向きでポーズーとか、うん、とかやってる中で俺はもう、うん、ぐらいやったよ俺はやったかもやったねやってんだめっちゃやった本当そんな空気じゃねえんだそんな空気じゃないのでもちゃんとガチだからこそ、うん、男女の喧嘩とかもへえ男女の喧嘩ないしかもまあ女子がまとまって一人気に入らない男がいるって言ってそう、でそういう時に LINE 来て女子から、うん、ちょっと亀尾くん今から女子部屋来れる、うん、えお俺がで女子部屋に招かれてどうぞ亀尾くんこっちもうこんなこと亀尾くんにしか言えないからさでこの一人の男子のこれどう思うみたいな話を聞いてまあでもなそれもそいつ悪気がってやるわけじゃないからなとかどう言っててあれ俺人生でこのポジション初めてだ確かにやったことないやったことない恋愛みたいな恋愛ありましたよ多分放送載ってるんじゃないかなへえー、ほうえ神尾さんが神尾いや俺は恋愛してねえ何してんねん死のって言ったじゃねえ俺怪我人になったのに怪我人が恋してたら意味わかんねえだろ確かにな。どうだろいやでも俺正直さっきのセクササイズの時も、うん、こいつ怪我して別メニューのくせに、うん、セクササイズだけ振り込んでなんだよ何してんねんって思いましたよずっと俺ってそのこいつ怪我して別メニューのくせに何してんだよが一個乗っかるのよ確かに俺めっちゃ腹立ったもんちょっとさっきいやセクササイズもだからちょっと治ってきて気始めたことだったからそうこう終盤やった18日目ぐらいやったからあじゃあええか初チョケぐらいよ俺の18日目まではもうノーゼロチョケなんかちょっとモテたもんえ神尾さんは嘘つけよお前嘘をこくなお前くれよなんか女子部屋でやったらしくてそう何言ってんの、違う勘違いしこたしこたねえよ女子部屋でやったらしくてやれよ女子部屋ならやれよ違うよ一番変態かも女子部屋までやってしこるやつ女子相談乗ったからこれぐらいだろやんねえよ女子部屋でその今のところさ第一印象男子誰が一番いいみたいなので得票数こそ分かんないんだけど亀尾さんが一番人気ですよという情報はありがとうございますいやすごいねでもその情報を得てから何も動かなかったんですか動かなかったねいやお前さ恋愛してこいって言ったらあと何もしなくていいから恋愛しねえよあと太ってこいっても言ったし無理だろ意味分かんないから姉妹ってトレーニング行って太って帰ってくるの怪我してるんだから太れるだろ走ってねえんだからお前走ってんねんなこいついやお疲れ様でしたもう本当に疲れたよで今は何キロですか今はもう、6キロの運動はいや意味ねーいやいや これが多分野菜とか食べてた分、うん、その好
きなもの食べてなかった分の6キロで、うん、10キロは多分その筋肉的に痩せるから、うん、こっから戻んないから大丈夫大丈夫。え、で運動は続けるんですか。たまにね。やってないな。やれよ。まだやんないよ。やれよ。まだやんない。野菜せっかく食べれるようになったんやから、うん、なんかこう野菜を食べるとか。でもちょっとやってるよ自炊で。何？その今まで野菜1個も入れない中華丼自炊で作ったけど、うん、その人参と白菜山のように入れて、あ、すごい、そう、すごい。でもうクッて感じしてるけどね。ああ、そう。クッて感じして食感も残らん、うん、あ、でも変わったね。ちょっと変わった。でモスバーガーも食べたんだけど、前まではこれ抜きでこれ抜きでって言ったけど、うん、もういっちゃおうと思って、モスバーガートマトあり、お、照り焼きチキンバーガーレタスありで、お、食った。うまかった。バーガー2個食ったってこと。あとフィッシュバーガーとナゲットとポテト。すごっ。めっちゃ食ってる。うまかったし、やっぱ野菜やからヘルシーだし。めっちゃ食ってるから。バーガー3つ行くん。行く。2000キロカロリーとか3000キロカロリーぐらい。あと普通に高かった。ああ確かに。ありますね。でも今もう一旦好きだもん。こう。じゃあまたなんかダイエット番組なんかあったらね、ぜひ。はい、カメオのことでよろしくお願いします、はい、僕いつでも太っていつでも痩せれるようにしてた。そのために太るって当たり前じゃん。ちげえだろお前、ね、ダイエット島2があったらぜひお願いします。だよお前の。以上カメオゴールデンリレーでした。ありがとうございました。